おっしゃった。はい、皆さん、こんにちは。大人のための大特撮解説、私は菊池さんです。いつものようにキリンさんにテーマ曲をやっていただきましょう。キリンさんどちらかな。私は菊池さんです。よろしくお願いします。この方はキリンさんです。キリンさん、こちらにいらっしゃいました。東映エクタスタジオ、内田優作所長、江連隆先生、ありがとうございます。乾杯。おめでとう。何が、いや、あの、なんだっけ、あの、万歳。頼むよ。いや、美味しいじゃないですか。どうしたの。いや、いつも美味しいよ。いつも美味しかったら美味しいともう思わないはずなのに、なぜだろう。なぜ美味しいと感じるの。それはビールが飲んでるものがまずいからじゃないの。寝れてないし、あるかもしれないけどね。というわけでございます。突っ張ることが男、あれ、突っ張ることが男の、あーですね、超超獣戦隊ライブマン。これね、だいたいリーゼントっていうのがね、あんまり好きじゃないのかもしれない。本当に苦手ですね。あと、あの、ちょっとが多いな。あの赤い、まあ、レッドだから、レッド、何だ、ライブレッドになるんですか。名前ついてる。それはついてるでしょ、いくらなんでも。ねえ。ライブ。マスクなんじゃないよ。ライブレッド。レッドファルコン、全然違うじゃん。ああ、もう、ライブって言わないんだ。へえ。失礼しました。そう言われてみれば、そんな、そうだったような気がします。うっすらと覚えています。レッドファルコンだから、なんでしょうけど、赤いシャツに黒いズボンに、まあ黒い靴なんですけど、赤い靴下なんですよ。あれ見て、うわーって、うちいいじゃんって思うんですよね。今回ね、服装ほんとね、あの、イエローライオン以外ね、あの、ブルーもね、なんかあのスーツがなんか、別に僕はね、そのファッションについてとかじゃないけど、で変わんないじゃないですか、服が。結構、まあだから4本とか見たら1ヶ月変わるから、結構ね、服装も変わるはずなんですけど、変わりませんね。第11話。あ、これで山田さん、引退ですね。お疲れ様でした。お世話になりました。長いこと。またお世話になるでしょう。また昔に帰った時に。なんか、例えば、ね、例えば何？魔法組とか、ね、どっこい対策とか、あと見てないのいろいろありますよね。アクマイザー3の続編とか、あと、いっぱいあるじゃないですか。ま、あのメカなんとかとかね、あるじゃないですか。まあ、だそういうの見るときにまたお世話になるんでしょうけど、ここでとりあえずお別れ、さようなら。山田みのるさん、大頭脳を噛んだ男、ヒヒ頭脳、これは河合義雄さんという方が声優さんですね。ヒヒ人間でも出てくる。で12話、大天才アシュラ、テスト頭脳、これは丸山英二さん、まあおなじみですね。あと佐田さんと山田さんがもう引退されたんで、あの代わりにってわけじゃないですか。登場、怖い登場さん。
今あの飲みながらダジャレ思いついたんですけど、遠慮しておきます。このドクター・オブラーですね。ドクター・オブラーって何ていう人でしたっけ。あれちっちゃい人ですよね、比較的背がね。で、なんか猿みたいな怪人に改造してもらった人ですよね。あのあれドクター・オブラ、オムラ5、オムラ、オムラって名字ありますか。あるのかもしれないけど、オムラ、オムラのオムラになったのかな。まあいい。まあこの方、そのどういう作戦かというと、人間染色体の一部を働きを止めることによって猿にすると。なんかナチスとかね、やりそうですよね。そのとにかく、いや興味深い実験ではあると思いますよ。その人道的なことを考えなければね、ですごいってみんな感心してましたね、さすがは。ここで、あの、ブス島嵐。このブス島ってどんな字書くんだろうと思って、ブス島、ブス島っていう人が、ブス島ってそんな名字聞いたことないよと思って、字を見たら毒って書いてブスって読むんですよ。いやー、私55年生きてきましたけど、そんな毒と書いてブスと読むっていうのは、全然思いつくない、ないなと思って、すごいなと思って。皆さんいろいろものを知ってらっしゃるなと思って、作ってらっしゃる方がですよ。例えば佐田さんとかね。まあこの岡本芳典さんって、あのね、いろいろあのブーバとかチェンジマンで、あとボーカルダンクラッシュ、ああ覚えてないですね。なんとなくブーバっていうのはなんとなく覚えてるな。およぶーね、およぶーも言いましたね。まあこういうのをやられている。これからもずっとしばらくやられる。あの、ジャパンアクションクラブの方ですね。で、まあ、この方が出てきて、その、頭脳銃と戦って勝ったりするんですよ。素手で。で、この方が、その、勉強嫌いで勉強しなかったって言って、なんかそれをね、そこを突く作戦なんかを、その、何でしたっけ、レッドファルコンが覚えましたね。あの考えついたりして、なんか滑稽な、強いけど滑稽な人物みたい。要はこの島大輔さんって俳優さんが身長が183センチあるんですよ。で、この岡本さんの身長は僕は知らないけど、どっかに書いたはず、前言ったと思うんですけど、だいぶちっちゃいんですよ。だから、あれっていうかね、でかすぎるでしょう、島さん。183って言ったら、かなりのもんじゃないですか？誰かいましたかね、183って。なかなか、井上俊樹さんもでかいらしいですけどね。まあ、あの人は脚本家ですけど。なんか、まあなんかあれです、なんかとかちょっとが多いな。まあ脚本がないからですよ。脚本書きなさいっていうことですよ。あの思いね、やっぱり島田安輔さん、すごく個性が強いというか、悪が強いというか、具体的にっていうか、まあ好きな人は好きなんでしょうね、多分。何を想像してるかっていうと、セグンダ・セルベッサを探してるんですね。ラ・セグンダ・セルベッサ、これは常温ですね。常温、これを継ぐとこをね、気をつけて見とかないと、ちょっとしたことになりますよ。この島さん、島さんと、あと、まあ、俳優名で申し訳ないんですけど、森めぐみさん、この2人がね、
森めぐみさんもね、なんかわかんないけど、こう、引っかかりがあるっていうかね。いいことじゃないですか。と思うでしょ？ところがね。まあだから、イエローライオンも僕、すっかり気に入って、ちょっとおもちゃ探したりしてましたからね。あの、走り方がね、やっぱりあれ、今まで、ああいう合体のシーンってあるじゃないですか。そこまで感心して見たことないんで、むしろなんか、ね、キャタピラ収納したりとか言って、うわーって、これ何の意味があるんだよと思って見たりしてたんですけど、今回はね、あの、ライオンの走りがね、ラジコンらしいんですけど、いや、見事と思ってですね。で、なんか、吠えたりもするじゃないですか。最近吠えないけど。だから、まあ、いいなと思ってですね。おもちゃとか探したりして。ライオンだけ欲しいんだけど。ね。まあ、だからそのおもちゃの話は置いといて。まあ、だからその、何でしたっけ。この、さっきの泳ぐじゃなくて、ブス島嵐が、アシュラになったわけですね。嵐だか、アシュラ。ね、アシュラ、嵐になります。アシュラと嵐って似てますよね。だいたい嵐って名前ありますか？嵐くん。インディアンみたいですね。嵐ってなんだろう。まあいいや。まあだから、もうめちゃくちゃにされたわけですよ、この、驚き人間みたいな、ブス島。なんて言ってたっけ。ニューマフィアって言ってましたね。なんかね、今回はね、前は面白かったんですけどね、2つ。今回はなんかいまいちでしたね。せっかく、岡本、よしのりさんがね、いろいろ活躍されてるのに。あの人はね、演技とかいいんだけど、なんかイメージだったなと思ったのは、思ったのは、まあ、このテスト頭脳はね、デザインはかわいかったと思いますよ。ただ、手がね、こう、実際に、着ぐるみに入ってるらっしゃる方の手よりも長いんですよ。だから、V3 に、ピッケルシャークっていうのがいるんですけど、ピッケルシャークっていうのは、すごく素晴らしいデザインなんですよ、ピッケルシャーク。でも、そのピッケルが、まあ、尖ってたら危ないからっていうのもあるんでしょうけど、ふにふにしてるんですよね。動くとね、ふにふにするんですよ。あれはね、まあ残念だなと。でもピッケルシャークいいデザインかっこいいのになと思って見てたんですけど、まあ安全第一ですよね。ただでさえ危ないのにね。もう藤岡弘さんが大怪我しましたもんね、最初の方に。始まってすぐにね、なんか、やっぱりだから。何の話したっけ。ですね。まあだから、あれですよ、なんだっけ、子供たちが帰ってきましたね。ですね、このヒヒ人間っていうのが、まあ作戦はいいと思うんですよ、その、染色体を一部の働きを止めることによってエンジンにするっていうのは。まあ人間はね、99% DNA がチンパンジーと一緒ということでございますから、それはいい作戦と思うんですけど、猿の被り物をみんな被るんですけど、猿の被り物がですね、猿というかゴリラというかね、あれはすごくなんか売られているというか、使われたやつで、まあ経費削減、まあ、大量生産されてるもんだから安いでしょうもんね。
特注で1個作るよりね。なんでしょうけど、なんかもう、なんかふざけてるようにしか見えなかった。悪く言えば。いや、ふざけるのが悪いって言ってんじゃないですよ。ふざけても面白くないけど、これはなんかね、これ就学、いくら就学未満とはいえ、これ見てついていけると思ってますかっていう、なんかそういう感じに。いや、仕方なかったんですよ、実はこれでこれでって、あーっていう話があるのかもしれませんけど、わかりませんけど、このヒヒ人間のかぶり物はちょっとこれは納得いきませんでしたね。で、面白いかって言われると、せっかくね、このなんだっけ、アシラがねすごく個性的で、あの足し算するのに指、自分で2足す3足す5はとか言う、出題して自分で答えたりしてね、8かとか言って、なかなかね強烈な登場の仕方をしたんですけど、あと倒すしね、噛んだ男ですからね。あとこのヒヒ頭脳もね、このデザインもなんか、あんまパッとしませんでしたね。ただこの12話の天才アシラのテスト頭脳、これはね、ちょっと面白かったけど、さっきも言いましたけど、手がふにゃふにゃするやつでしたね、こっち。あの、手が長いやつは、なんだっけ、ギョダーイですよね。ギョダーイは、杖みたいなの持ってね。あれは良かったですね。でもこの、まあでも、いいと思いますよ。あと、セリフもね、なんか、俺のテストはまだ終わってないとか言ってね、あれはいい言葉でしたね。僕も55歳だけど、僕の演奏はまだ終わってないとかね、言いたいもんですよね。僕の表現はまだ終わってないって、もう自分やってる若いやつにね、もう、ま、若い人に、まあでも譲る席もないしね、別にね、席ない、私の席ね。もう譲ってるっていう話もあるしね。あのですね、まあ17分18分か、あと12分。ですね、今日ちょっとまあ、あの、はい、あの用事がありまして、町へ出まして、電気屋さんに行く用事があって、まあ、電気屋さんって最近おもちゃをよく売ってるんですよ。で、おもちゃ見てたら、おっ、思ったのが、ショックガンモデリングプロジェクト。これで、アルタナティブなんとかっていうのがあるんですよ。まあ知ってる方は知ってると思うんですけど。食玩ってことはラムネかなんかついてるんですよ。で、7000円、このぐらい、なん、まあ要は、僕ね、ガンプラはね、あんまり、マスターグレードぐらいの大きさの、あれよりはちょっと小さいのか、とにかくすごいでかい箱なんですよ。あの、それで、まあライブロボですよ、要は。売ってたんですよ。この作品88年ですよ、1900。ということは、何年前ですか？おー、そういうこと言いますか。36年前かな？合ってます？ 36 年前。36年前。それがね、売ってるんですよ、電気屋さんに。こんなって言ったらいけませんけど、別に探しまくったわけでもないのに、ポーンと売ってるんですよ、7000ぐらいで。だから、あの、ネットで、じゃスーパー戦隊ロボで人気ランキングとかどうなんだろうと思って見たんですけど、まあ僕は言ってもまだスーパー戦隊って50作ぐらいあるんですよね、確か。一番最初が75年だから、来年で50年か。ね。で、仮面ライダーは71年だから、4年前に
あの50年だったんでしょう。あのいろいろね、新仮面ライダーとか、あとあの仮面ライダーブラックさんとかできましたよね。まあ両方、まあ今思えば作ってよかった、見てよかった。経済的にどうだったのか知りませんけど、完成度がどうこうっていうよりもまあよかったです。とにかく作っていただいてそことに感謝して見れてよかったっていうのはあります。でもこの88年のライブマン、ライブロボねえ、買おうかなと思ったんですけどね、7000円ですよこれね。あの食玩って食は食事の食ですよね。お食事ですよね。今日もお食事まあ出かけたんでしましたけど、お昼ご飯玩具っていうことですよね。まあ出せるのはラムネなんですよね。でこうでかくて7000円ぐらいするんですよ。7000円ですよ。いや別にイチャモンつけるわけじゃないんだけど、これラムネがついてる理由っていうのはどういう発泡酒みたいな話ですかって。要はその発泡酒ってビールっていうとビールの税金がかかるから、あの発泡酒ってするとビール税を逃れられる。でそれには法律があって、なんかそのホップの量がと爆弾の量がと知りませんけど、でまあ100円とかもっと下手すると安く飲めるわけですよね、発泡酒。僕は飲みません、一切飲まないけど、まあもらったら飲みますよ。自分では基本的に買わない。お祭りとかでもうなんか狂ったような値段で売ってる時は発泡酒飲んだりしますけどね。まあでも3杯目とか4杯目とか。これねちょっと調べる。まあそんなことより、何ですかこの間、あの昨日か、あの職場のラジオ体操の前のみんなを集める音楽で突っ張る方が男のになったりとかね、あのライブローが出てきたりとか、出てきたっていうか行ったところに、まあ今で見たんですよこのシリーズを、そのアルタナティブなんとかシリーズがあるんですよ。で造形作家なのかな、あのなんかモデリングというか多分すごいんでしょう。でもプラモデルなんで、要はまあ接着剤風とかそういうやつは、まあ色はついてるよみたいな話なんでしょうけど、まあ時間かかる。それが何かっていう話ですけど、要はあの何が言いたいかっていうと、まずは売られていたことに驚きました。さすがにね、私がね今このスーパー戦隊のあの大人のための解説をやってて、であのなんだっけ、今鳥獣戦隊ライブマンをやってるから、このどこが作ってるんですか、まあバンダイでしょうね、多分確認してないけどバンダイが作ったまではさすがに考えない。そこまでは私も考えません。ただ他のこのアルタナティブなんとかシリーズ見たんですよ。そしたら別にスーパー戦隊ロボにこだわったわけではないらしくて、まあ少子化っていうのももちろんあるでしょう。ね、あの子供が少ないのにね、クリスマスプレゼントなり誕生日プレゼントなりでね、その子供が少ないわけですから、それよりボーナスでちょっとねこっそり買ってやろうみたいな、で作ってるとこ見つかったりとかね。僕もね今回ライブロボはね、ほんとね、あのまあイエローライオンに、あっていうかイエローライオンって言わないんや、なんだっけ、ランドライオンです、ランドライオン、あの確かあの鍵ってことですけど、あの走り方とかね、ガオーって言ったりね、口が動いたりね、あれはいいなと思いまして。で胸にライオンっていうのはいっぱいあるらしいんですよ。やっぱ百獣の王だし、
それの最初らしいんですよね、このライブマンの、だからね、買う？やっぱ買います？今ね、僕は実はあのアルバムを制作とか、あの制作委員会、要はアルバム作って、まあ曲、録音は終わったんですけど、忙しいんですよ。作る？ 7,000円？ でも箱はかっこよかった。作らないで、僕前ね、ガンプラで作らないで飾っとくっていうね、ことをしたことがあって、玄関に置いといてね。で、やっぱりそれは、最近その箱の絵っていうのがすごく気合が入ってて美しいんですよ、率直に言って。でその作らないっていう価値っていうのもあるんじゃないかっていう気がするんです。するんです。その未完成な、このなんだっけ、永遠に完成しない、それは作らないと完成しないですから。それ作らなきゃ作りなよって言う人もいるでしょうけど、わびさびですよね、要はね。作らない。で、飾っておく。で、日が当たるとこにあったら日焼けするから日が当たらないように。それいるって、その作業ってなるじゃないですか。まあそこなんですけど。まあでもびっくりしましたよ。でも今回の、そうですね、私が、山田実さん、お疲れ様でした。これから東條さんと長石さんになるんでしょうね、ずっと。しばらくは。そうそう、書いてますよ。11話で引退して、長石さんと東條さんの。で、山田実さんが1926年生まれですよね。だからこの時に、前も言いましたけど、もうすでに、もうって言っちゃいけない。61歳。まあ若いじゃないですか、60歳。僕の職場で60歳ってまだ若いですよね。若いまでは言わないけど。まあね。そう、だから、ちょっと興味ありみたいな。YouTube でね、そういう、なんかあるじゃないですか、これから開けますとかって箱をね、こう開けたりして。解説、おもちゃ解説。で、ね。ちょっとね、買っても作る時間ないから、これだけは見ようかっていう需要があるわけですよ。ね。で、うまくいけば、まあ、そういういやらしい話はやめよう。もう話、いっぱい話すことあるじゃないですか。例えば、その、ね、この話の中の、この作品世界の話があるじゃないですか。作品世界の話をしましょう。失礼、テスト頭脳、これ面白かった。これだからスペイン語でありがとうって何て言いますかって、グラシアスとかね。中国語ではこうやって。僕もね、ちょっとある程度語学は、私算数全然ダメなんですけど、だから前、位相空間理論とか、全くダメだったんですけど、語学はいけるんで、ね、いけるっていうかある程度ね。でも、まあある程度、まあフランス語とかわかりますよね。グラチェとかね、イタリア語でありがとう。ドイツ語はわかんないけど、スワヒリ語とか出てきましたね。まあ、ああいうのね、やっぱり、この今回は、その、とにかく、賢いやつしかいらないと、賢いやつを残して、なんだっけ、もう皆殺しにしようっていうことですよね。賢いやつが世界を回すべき。だから、それは、僕も別に反対しないんだけど、何をもって、賢いというかということですよ。で、多分この位相空間理論とか言うってことは、この人は何だっけ、中田さんですよね。中田さん演じるビアスさんは多分まあ理系の、でもその割にはその外国語の問題とか出て、まあ算数の問題も出ましたけどね。算数、出ました最初に。まあだから、クイズ番組ってピンポーンってやってね。
で、あの呼ばれてきた博士は間違ったら殺されるっていう。まあすごくね、あのこの何でしたっけ、真面目な方らしいんですよ、佐田さんっていう人は。だから真面目な方がふざけた感じにしているっていう作品って感じでしょうか。もう井上俊樹さんとかはね、もうお父さんもね、伊丹、あの、あれ、伊丹さんなんて言うんだっけ、マサルさんでしたっけ、あの、あの方とかもね、もう酔っ払ってね、書かれて、もう、サイケデリックな方ですからね、あの、面白かったけど。まあそういう、まあこういうお笑いも、お笑いっていうか、まあ書かれる。で、まあでも本格的なふざけたのは、まあ、江連さんとかね、まああとは、まあ伊丹さんも、ね、何でしたっけ、伊丹さんってあれ書いてるんですもんね、確か、あの、なんだっけ、あの、しゃぶぬる。しゃぶぬるんですよ。ああいう ふざけた愛すべき作品を、あの、あ、あれも伊丹さんじゃなかったっけ、あの、なんだっけ、あの、ツタデンマ。調べてみましょう。伊丹さんじゃない。あ、伊丹さん、そうだ、伊丹さん。江連さんはね、スーパーワンでメインですからね。うん。スーパーワン面白い話がいい。スーパーの、あ、30分過ぎちゃった。そういうわけでございます。ちょっとね、おもちゃね、うん。家族会議出してみましょうか。そういうわけでございまして、顔の赤いお酒好きと、悪臭いタバコ吸いと、あと声の聞き取りにくい YouTuber に優しくしてください。それでは皆さん、ごきげんよう。テーマ曲はキリンさんでした。私は菊池さんでした。ご視聴ありがとうございました。